いいよ。2020年9月23日水曜日、今晩も始まりました VR ラジオ。おっと、お送りするのはラッパーのビスケット。はい、DJ のパーキです。よろしくお願いします。お、頭の中で今、お送りするって言葉とお届けするって言葉が突然せみぎ合ったよ。いやね、なんかね、実はまた今週ももう開始1分前までサイファーをしているとんでもないラジオ番組になってしまったんですけど、まあね、改めましてよろしくお願いします。お願いします。なんでやろな、お送りするって文字は見えてんのに頭の中で違う、それお届けするやっていうなんか命令が突然よくからやってきて、いや違うよ、これはお送りするだよって今すごいせみぎ合った、マジで。誰だよその人。ちょっと最近うちの右脳と左脳が喧嘩するんです。まあそんなわけでね、ペーさん、今週も絶好調ですよね。俺これあんま続けたら俺やばい薬やってんちゃうか思われへん、大丈夫。打ち合わせ前にその打ち合わせ中に裁縫してると、みるみるうちにケイさんが元気になってくるのが分かるんで、ね、頭のアドレナリンドバドバ出てるから、うお、始めた時はなんか今週調子悪いかなぐらい言ってるのに、ケイさんちの携帯が鳴ってますよ。くそ、何マジで。え、かつくわ。もうね、そう、30分ぐらい前はちょっと今週調子悪いかなぐらいですけど、サイファーしてるうちにどんどん調子が良くなってこのテンションになるんで。まあね、このテンションの方がね、やり始めやすいっちゃ始めやすいかもしれんけど。まあまあね、これでまだ疲れるわけないかんねんけど、疲れるといえばカバヤンね、先週足ジャガさんの DJ イベントでね、カバヤン問いで出演してたんですが、お疲れ様でした。あ、はい、ありがとうございます。なんかケイさんもね、来ていただいて、うん、うん、いや、なんか本当は最初から行きたかったんやけどね。あ、まあ結構長い、そう、長場イベントでしたんで、私もね、結構やっぱ混雑対策というか、ちょっと多分なんか飛ばしすぎるとなんか本番で疲れそうだと思って、うん、ちょうどツイッチで配信もしてたんで、うん、もう出番まではツイッチで見てぐらいの感じで、1時間ぐらい前にインした感じになったんですけどね。いやー、なかなか、いや、結構ね、そのなんか自分的にもちょっとチャレンジをしてみて、なんか好評だったのでとても嬉しかったです。うん、すごいかっこよかった曲。ノリノリになれる、踊れる曲やった、マジで。そうですね。逆に結構ハウスオンリーということで、やっぱハウスといっても広いのでということを、まあみんな分かってて、うんうん、結構ね、その私の前の人は割とノリノリの、もう BPM130 ぐらいの結構かけてる人が多かったんで、私はそこでもう一大決心をして、100ぐらいから始めて、最後に120に1時間半かけてなりますみたいなのをちゃんとやって、ただそれすごいやっぱやりたかったんですよね。うん、自分の中でのハウスとか、そのロング DJ っても盛り上がり出方っていうのはそういうものだろうと思っていたので、と、なんか真面目なことを喋ってますけど、本当にね、やっぱり、個人的にはやっぱりそういう、まあ特に3人、その結構盛り上がってきて、やっぱり、その5、6時間やって最後疲れるじゃないですか。そうよね、結構長かったもんな。やっぱりそういう波とかをね、考えていきたいなと思って、やっぱり9時スタートの何時終わりか。9時スタートで私の出番が25時で、そこから1時間半なんで、そう合計だから あれ5時間半。長、サイファーと変わらんぐらいの時間やってる。そうですね、全くあれはもう C3 のことは笑えないですけど、まあ C3 は毎週4時間やってますから、ね、あ、ピグさんお疲れ様でした。です。そう、ピグさんもね、最後までね、みんなイベント終わった後も最後まで、そう、ちょっとかけてくれたんで。あ、ピグさんは参加された DJ の主催の、あ、主催じゃない、いや、その参加 DJ の方で、そのイベントの今回ね、初共演だったんですけど、私が一回見て、ちょっと別のイベントで見ててお誘いしたんですけど、とても本当いいステージでしたんで、本当に。しかもね、結構マイク、ピーグさん、マイクアピールとかもされる方だったんで、ぜひ、本当ね、C3 遊びに来てくださいと。C3 の人も、ぜひ、ピーグさんと、折りを持ってほしいって。すごい、ミーシェちゃん笑顔で、頭横伏せだもんね。そう。そう、そもそもね、あ、そう、結構この話、前にしたけど、私が結構 DJ イベントで、現場のね、DJ イベントで、本当もう1年ぐらい前に見た現場の DJ イベントで結構面白かったのが、うん、
その DJ イベントに MC の司会のラッパーの人がいて、結構だからその DJ イベント中に客をその煽るんですよ、その人が、サイド。だからそういうのが面白かったんで、シスリー来た時に確かそういうことをやりたい人いませんかみたいな感じで声をかけに行って、またシスリーに行ったんですよね。そうそう。うん。そういうふうに公募できればと思っていたんですけど、なかなかあんまりそういう機会ないですけど、改めてやってみたいですね、本当に。そんな文化は初めて聞いた。なんか、東京スカパラダイスオーケストラの声をえらい入れる人みたいな感じ？あんまそんな感じじゃないですかね、やっぱりその、おる演よ、奏。一人おるよね。うん。メインのリーダーみたいな人が、チクッチクッチクッチって言って。ああいうトイレ。俺はでも本当、最初聞いた時衝撃で、この妙な合いの手は何なんだってずっと思ってて。そういえば確かにスカの合いの手を入れる人ってなんか名前あるのかね、めっちゃ的な人って。おるんかな？なんかでも、ああいうなんか、ああいう職業にしてる人もおるよね、確か。やばいよな、プロのチケッターの人が。すげえんだ。そう、あれすごいイメージ残ってんだよね。なんとかなってけ、めめしましぇーって、そうって。いや、ちょっと爆死みたいだけど、いや、本当にいいんですよね。確かに、あれ大事だと思います。いや、普通にかっこいいよ、いいよ別ね。に。普通にかっこいいんやけど、この人何者なんやろって思うよ。精神にそれだけの、あの人ってさ、俺ライブよくそういうのあんま見たことないけど、あの人はあれだけなの？いや、多分楽器も担当してる人が、空いてる時にやってるんやと思う、確か。サポートとしてやってるんだよね、多分その。多分リーダーの人ちゃうかな、名前忘れちゃったけど。確かにちょっと気になるな。そう、なんかね、そう、レゲエ用語とかもいろいろ気になるけど、あれは、そう、あれは何、なんていう人なんですかって、ちょっと、スカの人に聞いてみたいですね。いや、なんか昔なんか聞いたような気すんだけど忘れちゃった。ま、なんか本当に、そう、パフ一応ォなんか、ー、そういう職業。ヒップホップもなんかハイプマンとかああいうのあるじゃないですか。なんかちょっと微妙に MC の区分けみたいなの。パブリックエネミーに時計をかけた人って フレーバーですけど、さっきフレーバー。そのメインのラップと、結構アメリカのヒップホップって人数多い、大人数だとそういう一応役割分担みたいな。多分そんな感じでなんか呼び名とかいろいろあるんだろうなと思いますけどね。そう思うけど、ヒップホッパーの大人数は もう解散の原因の一部ではないの、あんなに思ってる。オブリックエネミーって解散しないですからね。なんかいろいろあるけど。すごいな。だって、マイク、え、ペイジャー、ペイジャーちゃう、何やったっけ、ニトロアン、え、ニトロ？ニトロか。そう、うん。ニトロは結構すぐ解散せんかったっけ。雷とかもまあって感じですそし、んななんに長か、くなかったよね、確かに。日本だと結構大人数ってなんかそのプロジェクト的に集まる感じですよね、やっぱり。もともとやってて。ランプアイはあれは企画みたいなもんやったけどね、確か。多分だからやっぱ長続きしないって分かってるから、もう 大体もうプロジェクトにしようっていう流れなんじゃないかな、今。ペイジャーもなんか気づけば、ムロさんとツイギーぐらいしかなんか残らんかったみたいな話しちゃうかったっけ。まあ結構まあ解散だったら、そんな解散じゃない、なんていうの、そう、ニューだったら結構どこもあるのかなって気がしますね。あるよね。いやでも めっちゃいろんな話になったけど、なんか いろいろ話がいったって でもまたね、またなんかイベントあったらまた見に、めちゃくちゃよかった。マジよかった、本当に。ありがとうございます。でもね、俺、私は、最初行けんかったから、芦屋さんとピークさんをツイッチで見させてもらって。あれ、いつだっけ、結構最近だったら来週ぐらいに、ごめん、なんか、いやいや、私忘れそうになってたけど、来週の木曜ぐらいに、ほう。あれ、ミュージックバーメロンです、サウンドバーメロン、あゆふみさんって、割と仲のいい、その、クラブワールドを作ってる人が、一応定期営業という形で、毎週木曜に DJ を募集してやってるんで、それに出ます。あやふみさんって、セマさんが大好きな、あやふみさん。セマそう、さんがしょっちゅうツイートで。個人情報笑わかないって。あんたの人ツイートで言っちゃってる。あれ面白くてさ。まあ結構そのね、メロンの方は結構そういう横乗り好きな人とかが集まってるんで、ケイさんもぜひ遊びに来てほしいと思って見たに行んきたで。いな。てか初めて聞いた、メロン、そんなとこあるんや。サウンドバーメロンっていうの、そのあゆふみさんって人は結構クラブワールドいくつか作ってて、で最終的になんかね、その
一番虫を作りたかったって、ちょっとほんとちっちゃいバーと小箱みたいなワールドを作ってて、結局そこがみんな安いから、そこにで結構そこは今人気になってて、ああ、なるほど、なるほど。結構人も多いんで、面白いっすよ。またそれ、やる日付とか教そうえですてね、くれたら。木曜、まあ来週の木曜な来んで週調のべれ木ば分かるんですけど、曜。あ、来週、ちょっと待って、その前、来週の木曜の時点で俺行かれへんよ。木曜。あ、サイバーじゃん。おい、時間ばっちりかぶってる、22時からなんで。はい、終了です。この以上辺りではす。終了。でもね、なんかね、10月、まだはっきり言えないけど、いくつか私、実は10月結構忙しくて、なんか、お多分それ含めて3回ぐらい DJ 出るんで、お、いいっすね。ぜひ来月は DJ イベントによく遊びに来ていただければと思いますって感見じせでてもすらいね。ます。あ、あと、ピグさんもいますし、今、クーヤンも来ましたね。クーヤンもこんばんは。こんばんは。こんばんは。じゃあ、カバヤンのね、来月も忙しいことを。まあ、決まり次第、この番組で、まあ、告知していただきますんで、よそう、ろしくお願いしままた、す。そう、週ごとに宣伝していきますので、よろしくお願いします。では、今週もやっていきましょう。ウィズケイト、カバキの、脱法パおンチパンチラライン。ン。改めましてラッパーのウィズケです。DJ のカバキです。この番組は 1MC1DJ の2人による VR や音楽関係の話題に多少のヒップホップ要素を加えてお送りする脱法型エンターテインメント番組となっております。そしてこの番組は生配信なのでお便りを募集しております。番組を聞いての我々の感想や質問、意見と、そして今週のお題であるアニメをお待ちしております。応募するには放送画面の下にあるプロフィールの右側に質問箱へのリンクがありますので、そちらをご利用ください。読み上げた方は今週のクエストツイートにお名前を載せますので、ラジオネームお忘れなく。ということで、いや、2人で噛んでるね今日は。なんかね、ちょっとね、疑問を感じてしまって。俺と一緒や、俺と一緒や。突然頭何かを悟り開くやつやろ。 そこは本当に 1MC と読むのかって。 あっちね、日々の当たり前のことに疑問を呈していくのがアーティストなんで。もう変更しようないよ、この辺の読み方は。いや、いや、いいでもこいいとやね、で、いいね。まあ、お互いテンションが高まってるということがね、そうですね。ここに現れてるということで。でも、あれだね、この今読み上げてる日が、もう今日から？昨日から？連休終わったよね。そうね、昨日までなんですよね、日付的には。私が逆に休日出勤だったので、なんか連そう。休感覚がずれてるんですけそう、ど、かばやんは今日からか。そう、今日から連休なんですよ、かばやんは。なんで今日私、結構元気なんですけどね。ずっと機材いじり倒した一日を、素敵な一日を過ごしたという。もう皆さんはいかがお過ごしでしょうかって感じですけど、寝皆てさんまはしたね、ね、俺は。寝てたっていう。起きたら3時っていう大惨事でしたね。踏んでくスタイル、 う踏んでるくっさてか、い。ダジャレだよな。 あ ダジャレだよ。れ、計算的な連休はどうだったんですか？計算もなんかあんまカレンダー通俺、りとか。連休はね、アバター改編とか、あと、連休にほら、いろんなアーティストとかライブ配信とかしてて、中でもそう、俺の大好きな梅田サイファーが、もう1日がかりで配信をしてたんで、それを見てたね。ケイさんもう本当上田サイファーの話す。梅田サ上イ田フサイァーファー見情て報た局になってるんですよ、この番組。よ。最高ですよ、梅田サイファー。いや、でもさ、だってあれはもうなんか、なんていうかな、サクセスストーリーの、もう、そう、一番、最近の中では多分、一番のサクセスストーリーと言っても俺は過言ではないと思う。バッドホップもそれはね、あんなとこから行ったって感じするけど、でもこの人の場合は、歩道橋の上でサイファーをしてた、要するに家族でもなかった人たちが、だんだん家族になっていって、今はね、そのファミリーとして、梅田サイファーという名前で、ドーンって出てきてるなんて、今おらんでしょ、サイファーの名前でここまで来てる人たち。まあ確かにそうだよね。まあ今ヒップホップがいろいろ盛り上がっててってのもあるけど、やっぱずっとね、なんかある意味正統派にずっとそこで積み上げてきて、今サイファーってるんだ。で、その中のね、一人の伝説、化け物の R 指定さんは、クリピーナッツで、
とうとう M ステまで行ったっていうね。まあ、まさ、あれ、まさにサクセスストーリーよね。まあ、やっぱ、あれさんの存す在がげでかいんだろうけど、え。でもやっぱり、そのままなんか生きてるのがいいですよね、そうやってメタサイファーとして。そうそう。なので、すごく楽しかったし、てかね、彼らトラックのね、作成とか、録音風景とか、もうそれも全部生でもう本当にアニマも全部出してくれてたんで。ああ、それやっぱ、なんか、そうそう、ちょっと聞いて、なんか、ああ、それはちょっと見たかったなと思っちゃいましたね、私うん、も打ね。ち合わせの風景っていうのをちょっと見てみたかったのもあったかし。あと思った以上に、あれだね、録音にかける、やっぱみんなそんなにバサスは長くなかったけど、みんな結構3曲に5人ずつみたいな感じだったから、それでもやっぱみんな結構早かったよね、録音。そう、私だから結局ヒップホップの現場、ヒップホップ元から好きでは割と好きではあったけど、こうやって VR チャットに来て C3 絡んでみたいな感じで、なんかさらに、まあちょっともっと勉強しようみたいな感じで進んでったんで、現場とかは全然見たことないんですよ、本当に。だからちょっと私も気になりますね。あ、ちなみにまだね、アーカイブで残ってるよ。あ、そうなんだ。ちょっライとブ見のよう。配信は有料のあれやったけど、実は昼間にそんな垂れ流しやってたやつは、録音風ああ、景っそっか。て、あれ無料やからじゃあむしろそっちが見たいわ、それ。ね。でもかかる人はかかったけど、ね、やっぱね、ちょっともう一回もう一回やりましょうとか言って。で、加算でいきます。ダブルちょっと、あれですわ、もう一回いきますみたいな。結構かかってる人はかかってたけど、早い人はめちゃくちゃ早かった。そう、やっぱね、いろいろ、そう、ごちゃごちゃ、あれ、鎖グループの鎖カフェとかってまだ空いてるの？あそこって大丈夫なんですかね？僕なんかちょっと、妙に知り合い、代表がそう、変わっただけやから、空いてんちゃうかな。知り合いもいるし、なんかちょっと、なんかね、あれ、もう、なんか話をマジ聞きに行きたいってなってますね。あ、鎖カフェ？怖い、へえ。怖いけどね。いやー、怖いよなー、ごっついしなー、なんかなでも私、鎖やっぱ大好きなんで。ー。まあ、ヒップホップやもんね、あそこはマジでヒップホップやわ。あとやっぱね、そう、逆に今行けないからこそな、本当に行けるときに行っといた方がいいなって、本当もう、とりあえず。また何人か捕まらない コロナ以上に、コロナと逮捕があるからね、そう、ダブルリーチがある。病気ではなく警察に やられてるから でもあそこのなんか普通に飯がなんか普通に美味しいっていうのが面まあね、なかなか、そう、なん白い。うん。か、初心者も。母さん自身がなんか作ってるみたいな話もあるし。あと、そう、なんか、料理動画とか上がってたね、そういえば。普通に料理うまいんかいっていう、ちょっと面白いね。なかなかいい話ですけど。かばやは何してた？連休。私はだからね、ちょっと、むしろその連休、休日出勤って、あと土日の間、ああ、そうか、その土曜に DJ イベントがあったんで、土曜はそれで、で、日曜はちょっとね、実家に帰ったりとか普通でしたね、なんか。ああ、いいね。まあでも、いい感じの。実家ってどこ？どこやったっ実家け？関ね、東？私はほぼ実家、近いんですよ。住んでるところに近いんや。今ね、だからその会社のさらに、その仕事のために近くの、しっか、あの、職場の近くのアパートに住んでるんで。で、まあだから別に実家にも帰ってもいいんですけど、ぐらいの距離なんですけど、やっぱりちょっと遠いんですよ、田舎なんで。まあ距離としては確かに。まあね。毎日往復するのはちょっとなーって感じだったんで。もうそれ折を見て帰っやってぱる感なじるですべね。く近い方がいいよね、会社と。自分のね、今寝床はな、間違いなく。いや、ほんとそれマジで思う。本当それって、そう、私もね、そう、正直ね、やっぱ持論として、やっぱり、やっぱ通勤時間ってのは絶対減らした方がいいと思ってて、なんで寝ていや、結構ね、通勤時間が一番答える。ます。マジでそうでしょ、いそや、マジで答える。俺、今度もさ、先々週行ってた仕事もあれやからね、1時間半かかってるからね、車で。片道な。片道な。私、本当にそう、給料とかよりも一番重視するのが出勤、その通勤時間なんで。めっちゃめんどくさい。だから、あれなんだよ、俺、たった3日しか行ってないのに、高速代、出す、出してくれんとあれやったから、高速代要、あの請求したけど、1万4000超えたもんね。うわ、すごい、そうそう、3日そう、ケイでさやで。ん。まさにケイさんがね、結構、その仕事で結構飛び回る感じだから。いやー、やっぱね、ちょっと県またぐと遠い。県またぐ仕事は遠い。困ったもんだよ。でも VR だ私し、VR でなんか楽な仕事したい。楽ちゃうやろ。楽ちゃうやろけど、楽な仕事したいよ。そうだよね、VR 楽しいのはやっぱ場所の移動がただです、ただというかゼロですからね。まあ、それは確かに。それはすごいことよね。VR って言ったらあれよ。VR のほら、オキラス2出たよ。
あ、オキラスってクエスト2ですよ。オキあ、ラスクエスト。クエスト2、クエスト、そう。うん。あれはあ、ね、あやっれ。ぱ大ニュースですよって。え、あれ前から言ってたっけ？なんか突然？いや、あ、結構ね、お言う漏らてしたような、気はおす漏るらよし、ね、確かに。結構お漏らしありましたよ。なんおか、も、言い方や。お漏らし。出る言ってて、まあ出るんだろうなってので、で、先週ぐらいかな、なんかそういうなんか、販売サイトとかのリークが出始めて、あ、これはそろそろじゃねえか、みたいな。もうリーク情報出回ってたんや。で、ただでも、やっぱちょっと想像以上でしたね。その値段とかはみんなそう、そうね、性能が上がってるのに安くなったっていう、結構ショッキングな感じで。さすがに、まあまでも値段ちょっとえぐいよな。あ、うん、これマジで売る気だなーってので、もうそクエスト自体大当たりしてますからね、やっぱこれう。にかけるしかねクエスト1を買うて3回しか使ってない俺に対する挑戦状やねこれ。えって。そう、ケイさんクエスト持ってるってびっくりだったからね。秘密に行こうって秘密のまま終わりそう マジで、マジで身内の誰かに売ろうかな もう安くていいかまあ、始めたい人とかに、なんいか、や、お、使すっごいんじゃないですかてね。へんし、なんかもったいないし、どっちにしてもね、落ち、ね、崩れるやろううん。あと、俺が壊れたら売ってくれって私、クエスト勢なんで。から あ、そうやそうやそうや。あれなんですよね。そう、ちょうどこの番組始まるときに、PC、クエストって PC とつないで、オキラスリンクって言って、その、クエスト単体でも使えるけど、その使うと、ただの HMD としてむしろ使えますっていう、そういう動線を敷いてて、見事に、だか私はそれ、らハね、マった感じなんでカバヤンはビデオメモリーえらいの積んでるんで、そっちにね、処理任せてるから、普通にHMD として、俺と今こんなふうにね、ちゃんと会話もできるっていう。ここ対応してませんからね、クエストにそうなんですよ。そう、クエストって、だから結構、遊べるんですけど、クエスト対応っていうか、まあ、クエスト用に作ってる、ワールドじゃないと、同じワールドでもむしろクエスト用には、作ってるワールドと PC ワールドを一緒にしてるだけなんで クエスト用にワールド作ってもらわないと入れないんですよっていう。そう、結構私クエスト時代が長かったんで、いろいろ、そう、クエスト面白かったけど、やっぱり結構大変なんだよなってのも知ってるんで、今もあ逆れやにもんね、スーパーパソコンで上から見てるもん完全にだからね、このね番組え、まだリンクじゃないんですか そう、この番組始まった時ね、そんなテンションでしたからね。すごかったもんね。でも全然世界変わるっしょ。そうそう、本当にね、世界が変わったっていうか、やっぱりね、クエスト勢ね、いろいろ工夫しようはあるんですけど、どうしようもないのが、限界あるよな、絶対前も言ったな。けど、結局人数なんですよね。人数制限が結構どうしようもなくて、要は楽しんで、イベント参加とか積極的にすればするほど、大勢いるイベントには来れなくなるっていうね、ジレンマが発生しあ、て、つらっ、つらっ、つらっ。あれはきついんですよ。多分クエスト2でそこら辺改善されるんじゃないかとも言われてるんですけど、ああ、現状は変わらずやね、今のところ。そもそも画質が上がるんで、画質とのトレードオフになるんじゃないかって、画質。まあ言うてやっぱり PC には全然、その単体では結局 PC にはかなわないという程度のものなので、やっぱリンクやな。まあリンク、そうですね、まあ本格的に楽しむんだったらリンクってリンのあクりますね。ただやっぱりクエストで、そう、その代わりやっぱクエストでやってるとね、VR チャットの知識がすごいつきますって なんでこれができないのかみたいなことを調べるようになるんで あとやっぱクエスト勢はそのね、モチベーションが高いというか、それこれよく言ってるんですけど、そういういろいろ制限があるんで、やっぱり結構ね、そう、私結構それでね、PC のイベント来て、PC のイベントって結構おとなしい人が多いなと思ったんですよ。やっぱクエスト勢の人は、もうイベントに制限があるんで、そう、参加できるイベントにはものすごい積極的なんですよ。全力で来るんや。もうこんにちは、みたいな感じで、いやー、どうすか、みたいな。やっぱね、クエスト勢の人はやっぱね、話し上手な人が多くて 進化してない？そんな風に。だからやっぱりね、クエストの人の、いまだにね、そのクエストでやってた頃の付き合いはすごい続いてますし、やっぱり、だから今始める人にも、やっぱり入り口としては最適ですよとは、やっぱ言ってますね。そういう、なんかやりたいことが決まってると、ちょっと厳しいかもしれなんないけかあど。れよね、言い方あれやけど、新兵訓練所みたいそうそうそう。ね。ある意味だからね、デスクトップで始めて、何したらいいかわからんみたいな人よりも、クエストで始めた人の方が長続きしてる気がします。ああ、そこで立派に鍛えられて
でパソコン版になってエディートになってみたいな、エディートの戦士になっていく。そう、PC 勢とかさ、いきなりパブリックとか来て、なんかわけわからん外人がいっぱいいるみたいになるけど、フェストでは外人すらいねって。フえ、マジで？ェストはね、本当だよ。だって、パブリック行っても全然外人ってか、あと、クエスト対応してないと、外人のアバターとかみんなロボットに、クエストってアバターに関してもクエストにアップロードしてもらえないと見えないんで、そうやね。共通のロボットになるんですよ。よくクエスト勢が言うみんなロボットってのはそれなんですよ。なんで、なんか、視界ハックとかも多分聞かないことが多いし、その あ、なるほど。外人特有の、そういうなんかアバターによる攻撃が全そ然うそう、通じないわけね。それアバターゲーとかもそもそも対応してないシェーダーとかが多いんで、聞かないことが多いんですよね。面白いでしょ。それいいな。それ、逆その面は確かねえかもしれない。だからね、だいぶ特殊な育ち方をするんで、クエああ、スじゃあ外国の人にとったらちょっとなんかなって感じなんかな、もしかしたら。そうなんですよね。もじゃあクエストっう、てあんま流行ってないかな、海外って。いや、海外の人に、いや、海外でもバカ売れしてるはずですよ。あ、じゃあ VR チャットに来ないだけで。でもそうか、ちょっと確かに、海外のクエストオンリーって人はあんま知らないですね。俺も見たことない。まあでもそっちの会話見に行かないからかもしれないけど。まあ、要は、やろうと思っても、違う、やっぱり、わざわざいたずらをする人がクエスト対応はないっていうのがあるでしょ。そうそう、嫌がらせをする人がわざわざクエスト対応して嫌がらせまでしないからね。もう何があったんや、そいつも。そこまでして全てを破壊したいか。フォールガイズのチーターみたいになってるそう、だこんから、なゲームにまでチートするっていう。ある意味、だからクエストであることがセキュリティになってる部分はあるんですよね。あ、でも、クエスト勢って、あれかな？ちょっと今話そうと思ってた、なんだっけ、ワールド名がね、ミュージアム・オブ・ VR ・ペインティングっていう、関口あゆみさんっていうね、VR のグラフィティアーティストの方がおって、その人がね、ワールドを、いろんな人の協力のもと、個展を開いてるんですよ、ワールドで。あれってクエスト対応してんのかどうだろう、ちょっと見に行きたいですね。そう、ちょっと興味がありますね。な？なんか名前に書いてなかったような気がすいるや、結け構ね、ど。ワールド的にも制限があるんで、例えばクエスト勢って、クエストのワールドって動画が再生できないっていうのはとても大きかったんですが、最近ちょっと改善されたっていうか、なんかテクニックが発見されたらしくて、そういうのやってれば、でもやっぱね、そこそこ知識がいるんですよ、そのクエスト関連の知識は本当知らないと分かんないんで。みんななんか謎の知識ついていくな、このゲームやってると。クエスト勢はね、VR チャット勢の中でも相当謎の知識の持ち主が多いと思います。ユニティとブレンダーの知識が深まっていくっていう謎のゲームやからそう、クエストはね、アバターでも透過シェーダーが使えないとかね、すごい。な。もう一般人わからんって。相当いろいろな工夫を知っていくんで。普通のゲームやっててそんな絶対普通関わそう、る。まあ私ではもね、今紹介したその関口あゆみさんのこのワールド、ちょっと行って、そう、俺行ってきたんやけどね、めちゃくちゃすごいものが見れるんで、なんていう私か、もそう。コミュニティには挟んでいたんですけど、そう、イベントでやってんのかなと思ったら、普通に入れるって聞いたんで。そう、俺もでもこの人もともと有名で、海外でもあちこち飛び回っていろんなでかいイベントで、本当に有名な、めちゃくちゃでかいイベントでも、もうバイブのコントローラーとか駆使して絵をサササササっていうリアルタイムで描いていくことをパフォーマンスにしてても、そっか、やっぱりそれで結構もう見せ物になるってすごいそうな。そう、この人だからもうリアルタイムに描けるんですよね、3D の世界を。のでなおさらなお前が有名になったというか。私もでね、す。3D ペイント結構興味があったんですけど、そう、実はVR チャットはじ、VR 機器買う前に、実際VR 機器を結構買うモチベーションとして、初心者におすすめみたいなので見て、これはすごいなと思って、なんか有名なやつありますよね、なんか、クエストでもできるんですけど、それもね、なんか買ってないんですよね、まだ。以前始めたら VR チャットに夢中になってしまったんで。仕方ない、よくは。でも、よ、結構ない、そういうのって。なんか、これやろうと思って始めてみたけど、全然別の要素の方が面白かったっていうやつ。割とあるよ。もうちょっと、だから私ね、全然 VR ゲームやってないんですよ。え、それはもったいない。それはもったいない。え、スターウォーズやろ。クエストならクエストにしかないゲームがあるから、とにかく計算大スターウォーズや。いや、
クエストのスター・ウォーズはめちゃめちゃ面白い。そうだよな、ちょっとやってみようかな、ほんと安い、せっかく休みなんだし。ダース・ベイダーと一緒にた、あのあれだよ、ライトセーバーこうやって振り回して、うんうん、敵のやつ弾いたりとか切ったりとかも本当にできるから。そうそうそう、なんか剣撃系の剣、なんかあのやっぱ剣とか銃とかのやつはなんか普通に楽しそうだなと思って、うん、ちょっとやってみたいな確かに。おちなみに3部作かな、それも出てるかもしれない、うん、俺2までやったんやけど、うん、1は普通にライトセーバーで、2はあれだから、うん、あのこれフォース使えるから、うん、あ面白そう、うん、できる、プッシュもプルもできるから、うん、やってみよう。めちゃくちゃ面白い。私確かね買ったのはあの結局あの VR で DJ ができるゲームとまた DJ かって感じです。あと あるな、確かにあるわ、俺持ってるわそういう。あれすごいよくできてるんですよ。まあ結構なんか VR チャット、むしろあの機能が VR チャットにもつけばみぐらいのいいソフトなんで、とてもあれですが、あとはなんだっけな、あれあれ、あのグラフィティのやつも買ったんだけどやってない。まあそれそれ完全に積んでる買ったんかやってみよう、構えたらできる、ね、できるやれるやれる。あとテトリスかな、テトリスエフェクト買った。テトリス私あのテトリスが結構元から好きなんで、あのえ VR で、あそう VR で、あのね別に、あ元プレステ4かなんか出てたのかな、あの VR であのどうこうって感じで、普通画面としてはテトリスなんですけど、うん、めちゃめちゃあのサイケのエフェクトとかに凝ってて、なんかその宇宙空間の中にテトリスが浮かんでてみたいな。何が起きてんのそれ、何がどういうことで、消すとね、なんかすごいわーって宇宙でにあの光が広がる。あそれビジュアライザー系というか、ビジュアルエフェクト系。あでも一応形式は普通のテトリスだよ。そうですね、うん。あーびっくりしたね、なんかもうなんか多次元でやってんかと思った主観視点のテトリスとかではないよテトリス一発かましたら別の画面でもう一個出てきたから、2個同時にやるみたいな、上から落ちてくるみたいなのじゃないかえあの肌が落ちてくるとかちゃうの、昔にこにこにあった上原テトリスとかちゃう、うん、してるかもやん上原テトリス。え上原テトリス、あ、なんかあったでしょ、うん、なんかあの普通のテトリスを見かけて、なんかちっちゃい文字の腹とかが落ちてきて、なんかいろんな効果があって、最後にクソでかい腹が出落ちてきて、その腹を見、腹って本当に腹っていう文字をブロックで作ってて、それを綺麗にはめなあかんねんけど、腹なんて漢字の野原の腹ね。え、あ、そんなんあんの、え、それ知らなかった、うん、あんなもんはまるわけないやそんなっていうのが昔ニコニコですごいバズって、友人が作った上原テトリスやってましたってやつがあって、うん、最初あの思ってたと全然違う効果を発揮する、なんかいろんな上とか腹とか落ちてきてやってるプレイヤーが一瞬なんか思考停止するんやけど、知らないやつぜひねあれ見てほしい、あれクソ面白いからマジで、だいぶラディってるから。そんな感じですね。そうもうちょっと、あそうですね、まあ VR ゲームをやろうってのは結構今日なんか結論としてまともなものですけど、うん、あとね挨拶ちょっとしていただいわ、今誰が来てる、はい、ノランさんこんばんは、草里さんこんばんは、鳥さんこんばんは、質がちょっと増えてましたね。 あとみんな通勤時間減らしたいのには本当そうなんですよ。あと通勤時間時給欲しいっていうのはマジねマジそれな、マジそれほんま思う。そうですね、私も結構出張的にあの東京に行かされたりするんですけど、そういう時はマジ絶対通勤時間もう含めますからね絶対。いやほんとつらいわマジで含めないってなくないってだから定時で終わっても帰ったら7時ぐらいもんね俺もね。ああでもね私唯一ねあのちょっと通勤時間減らしすぎたというか、もう5分で会社に行ってるんで、そうね、もう何も出んね絶対本とか動画を全然見なくなっちゃったんで、それで、うん、なんか結構私あの暇つぶしが好きなんで、あの、うん、タブレットとかにああいう本とか電子書籍とかあの動画とかをバーッと入れてくんで、ああいうのを見る時間ってのも結構通勤時間、そういうのが時間があるときは結構電車とかの時は必ずそういうの用意していくんで、なんか、ね、ちゃんとそういうの落ち着いて見る時間がちょっとなくなっちゃったのはなんかなぁと思って。あでも5分やったら5分はちょっと何もしようないな、確かに歩きやからですよねちょっと考え事したらつくもんね仕方ない、ね、まあその話をしながらもね、残念ながら雑談を切り上げて音楽の方にそろそろ行きましょうか。今日の曲紹介はカバエンがうなった理由があります。今日の曲紹介はカバエンの曲を紹介します
いや、特に何の前振りもなくね、あのね、単にゲストがいなかった、だからちょうどゲストが途切れてしまったっていうのもあったんですけど、じゃそうあ、そう。最初、K さんの曲をかけようかみたいな話だったんですけど、私もちょっと曲があって、あと今ちょっと曲を作らなくちゃいけなくて、で、あのちょうど昔のデータとかを掘り起こしてて、K さんに聞かせたそう、りしてた。ちょっと聞いてたら、じゃもうあ、か、これカバヤンでもよくねって。いや、お恥ずかしい。カバヤンの曲ね、ちょっと今日かける曲のちょっと説明を。はい、そう、ちょこちょこ喋ってるんですけど、私、VR チャットで大体やってるのはハウスとかの DJ なんですけど、その前は私、チップチューンっていう、ゲーム機とかで音楽、実際にゲーム機とかで作ったり、あとそれっぽい音とかで作られる音楽のジャンルのかなり、実は結構、もうゴリゴリのオタクだったので そこでちょっと曲を作ったりしていたんですね、という。というので、で、これは使ってるのは、ナノループっていうソフトで、これ、初代、ナノループって結構、なんかそう、持ってる人ぐらいしか知らないですけど、逆に初代のゲームボーイでもまず使えて、で、さらにナノループ2ってゲームボーイアドバンス用のも出て、で、さらにアプリも出てるんですよね。だから結構、なんか、どれがどれなのって感じですけど、全部違うんですよ アプリ、スマホの？スマホのアプリでありますよ。結構今は逆えにそれで触ったって人も多いんですけど、まあ、全部一応できることがちょっと違うんで、もうオタクとしては、いや、それでナノループを知った気になるなみたいな感じなんですけど。いあ、もう生きりがじゃ。や、でも真面目にちょっとね、本当になんか全然ゲームボーイのやつとかはまた独特なんで、ちょっとそれでね、あ、こんなもんだとは思わないでほしいみたいなのあるんですけどね。実際私がやってるそのゲームボーイアドバンスで出たナノループ2ってのも結構独特な音があって、初代が好きな人には結構不人気なんですけど、私はこれがすごい好きで使ってて、ゲームボーイアドバンスなんで、ゲームボーイアドバンスのどれでも、ゲームボーイアドバンスと、あと DS とかでも使えるので、これは確か DS やって撮ったんじゃないかな。まあ、できることは変わらないんですけどね。まあ、とりあえず説明としてはそんな感じですかね。ナノル。あ、今、ちなみに今も使ってるというか、ちょっと今日、私、恥ずかしながらその曲作りの動画を上げていたんですけど、それで使ってるのも同じナノループ2ですって。ツイッターに上げとったもんね。あれです、あれですって。はあ、です。え、それはもう ため息をついて。いや、私ね、このチップチェーンとかの話をすると、ものすごい喋るんで、逆に抑制してるんですよ。やってしまったみたいなことじが、すゃあごいあね、るんで。じゃあ聞いてもらう？はい、じゃあもう、とりあえずかけちゃってください、もう。では聞いていただきましょう。カバキズムでナノループ150921。
カバキズムでナノループ150921でした。いやー、恥ずかしい。あ、そう、これ曲名に入ってるのがその作った時の日付なんですけど、実はこれ5年前なんですよね。ちょうどちょうど5年前なんですよね。昨日 K さんに言われて、あ、じゃあそう、なんかじゃあいいかみたいな、なんかじゃあいいかってなんですけど、まあなんか縁もあるし、そう、ね、流す時間的にも曲調的にもちょうどいいなって言ってたら、まさかの日付的にもちょうどよかったっていう。これでも、ね、なんかなかなかないよこんな、うん、だったんだよなっていうのは、この実はナノループってバージョンアップもできて、もう本当になんか なんかどういう世界なんだよって感じですけど、その、うん、ゲームアドバンスにつなぐとパソコンにつなぐための USB みたいなのもありまして、それでつないでアップデートできるんですよ。へー、それでだからアップデートが確かこの後来ちゃって、音を作り直そうと思ってるうちに放置した。なるほどね。そんなね、なんかね、しばらく夢中でやってましたね。あ、でも今作ってるのはこれで、そのさらにドラムマシンとかも足してるんですけど、これはナノループだけですね。本当そう、4チャンネルしかないんで、いろいろ工夫してやってます。いや、でもこれ5年前でしょ。5年前。そうですね、私が結構そのそう、なんかチップチューンにハマってたのが最盛期がこれぐらいじゃないかなって。結構今は人も変わっちゃったりしてて、本当にね、実際そう、私が結構チップチューンに関して結構なんかおっかなびっくりなのは、本当にすごい人はもっとすごいんで、全然ね、私も大したことないんですよ、うん、まあもうカバヤンがその人にね、追いついて、ああ、ちょっとした告知だったら、最近実はチップチェーンの人もちょっと VR チャットにちょこちょこ来てる人が出してまして、この前もちょっとね、ジノンさんとハイデンさんっていうお二人がピコチップっていうイベントをやってて、うん、僕ちょっとそうこの前っていうか確か2日前、あれ、その先週の日曜ですね、連休中にやってて、私ちょっとその実家に帰ってたんで来れなかったんですけど、まあちょっとね、次回以降もやりたいみたいな感じなんで、多分ね、そのチップチューンを聞く機会は VR チャットでもありますので、ぜひちょっと興味ある方はチェックしてみてくださいねって感じですね。私も多分出るんじゃないかなとは思いますんで、やっぱいろんな音楽が、ね、出てきてるんで、チップチューンって本当今まで全然なかったと思うから、こっちの界隈。そうなんですよね、うん、なんかいい、私も全然知らなかったんで、生きてる人はさすがに、そうですね、他にはあんまり、特にまあ名前を出し、少なくとも名前を出してきてる人は知らないです。うん、うん、そんな感じですね。また人が人を呼ぶやろね。な感じでね、かなり珍しくカバヤンの曲を。ん、あ、でも、CT のクワトロさん、K330 さんも一応チップチューンの方ですね。うん、え、あ、そうなん、この人は結構作風が広いので、本当に。ああ、そういうことね。チップチューン的にも大カリスマの人なんで、あの人も聞くと、すごいいろいろ教えてくれるんで、ぜひとも、興味がある方はチェックしてみ、そこら辺もチェックしてみてくださいって感じですね。キルタさんはすごいよね。本当にすごい。キルタさんは、彼のやつはね、いろいろ見に行って経歴をしたら分かると思うんですけど、多分聞きます。え、やばってなっちゃう。チューン含め、あの人はもう電子音楽のカリスマみたいな人です。カリスマっていうのもあるんですけど、いや、でも会ってみて、やばってカリスマですよ。でも話したら普通にね、優しい声で喋ってくれる、はい。大好きなんで、ぜひ。はい、まあそんな感じですね。カバヤのね、ナノループでした。はい、よろしくお願いします。あ、そう、あと、そうそう、M3 の曲も作ってますんで、よろしくお願いします。M3 いつな、いつな、いつな。M3 が10月の25日だっけな。もう、結構思ったよ、先ね。もう近いんかと思ってた。一応、早めに今、提出締め切りってことで、私今追い込みにかかってますんで。いつやった、締め切り。締め切り、あさって。やば。画面頑張って、今も応援してあげて。よかったら、またやってね。そんな感じで、ありがとうございました。脱法パンチライン。お便りコーナー。今週のお題はアニメです。いやー、我々も語ろうと思ったら多分一晩じゃ終わんない。そうですね。
実際ね、そう、Kさんと知り合った頃、全然Kさんがそのアニメを見る人ってのを知らなかったからね。でも喋ってみたらもう全然。全然見ますよ。最近のやつだって普通に見たりするし。うん、ただちょっと、ね、そう、なんだろう。結構、なんか、勘でピピッと来たやつしか見ないんで。そうですよね。なんか、てか、結構、そう、私も結構ね、あ、でも、今全然見なくなっちゃったんですけど、数年前結構暇だったんで、やっぱちゃんと話題のやつを見るようにしようみたいな感じで、ちょこちょこラノベアニメとかをその時期に見てましたね。ラノベ増えたもんな。ほほほ増えた。特にナロー系がすごい増えた。あ、そうそう、今ナロー系アニメとかいっぱいあるんだよね。さすがにそれで見てないんで、ちょっとチェックしたいなって。なんだかねってラノベアニメね、最初はバカにしてたんですけど、やっぱ見たら面白かったんで。まあ、そうそう、結構当たり外れはあるけど、当たりは普通に面白いから何までも見れる感じが。そんなこと言ってね、ちょいちょい見ちゃってますね。ただやっぱ予算きつそうだなって思う感じですね。仕方ない。じゃあね、メール読み上げていきましょう。1人目から、はい、ラジオネームメルパン太郎さん、お、こんばんは。ありがとうございます。ありがとうございます。水木さん、かばきさん、こんばんだっぱんだぱんメルパンだぱんこんばんだっぱんだぱんメルパンだぱん語感めっちゃいいよこれちょうど秋クールにも変わってアニメの季節ですね。あ、そうか、あ、そうか、そうか、変わったんか。うん、雑な考えですが、お二人だとやっぱりヒプマイや、D4DJ ご覧になるのでしょうか。ご興味あったらぜひ見ていただき、感想なんかもこのラジオで伺いたいです。さて、今期自分が気になるのはストライクウィッチーズ3期です。いまだにこの絵は平成ですねお前たちの平成って見にくくないかこれがあれです、なんか言ってた、言ってたね、言ってた、言ってた声優陣もアラフォーになってきた中、相変わらず父を揺らしながら風呂でくんずほぐれつしてくれることを祈ってます。うじぇお二人もご覧になってますでしょうか。私は素直にエイラーニャが好きです。あ、もちろんプリちゃんもミルパンということで、お便りありがとうございます。ストライクウィッチーズは俺見たことあったっけな、ちょっと見た気がするけどって、なんかね、そう、私ね、結構可愛いコンプレックスみたいなのがあってあまりにもね、その美少女もだとね、ちょっとね、直視できなくなってしまう時があるんですよ。直視できないいや、なんか、うわーって言っちゃって、なんかね、そう、意外でしょう、なんか可愛いもん、それを乗り越えると一気にハマるんですけど、あ、このアニメは俺、このアニメは俺のために作られてるんだって、ちょっと境目が激しすぎる俺のためのアニメだった、瞬間にもう、なんかね、スイッチ、もうチーズって俺一期の時にちょっと見たことあるかなーってぐらいかな。スイッチが激しいので、私なんか、え、でもキャラを描くと、まあだから普通可愛いなと思いますね。思うんですけど、眼帯の人の坂本、あれってストライクウィッチーズでいいんですか。いや、わかんない、俺割ってるかどうかはちょっと定かちゃうわ。どうやろ、友達んちで1話見たかなぐらいかな、本当に。うん、ゲームのタイトルはね、すごくよく知ってるし、有名やとは分かってんけど、うん、そう、なんかいろいろ教えてくれたけど、やっぱりめっちゃやってますよね、ストライクウィッチーズ。確かに本当に、なんかやってる、やってる、これストライクウィッチーズなんだみたいな感じで、なんか外伝みたいなのもちょっと前にやってたような。あとヒプマイとか、あと、もう、え、これアニメだった。あ、ヒプマイアニメですよ。あ、やってるの。そう、結局そろそろ始まるみたいな感じですけど。マジで、あれ、今やった。あと D4DJ って何なんだろう。あ、D4DJ はね、新しくやる DJ アニメの一つですね。実は2つ出ちゃったので。え？DJ アニメ？あのね、あれ、ブロッコリーの方が D4DJ だっけ？先に出たのが D4DJ なんですけど、で、その後に電音部っていうのが別に発表されて、はぁ。そっちはまだ始まってないですけど、ね、両方来るってことになっちゃうんですね。はぁ、知らねえ。あれ、そう、ヒプマイは今やるのかな。なんかそう、そろそろやるってのは聞いてましたけど。あ、でもヒプマイか。俺ヒプマイよりキングダミ早く新作出してくれ。関係ねえじゃねえか俺だってヒプマイね、いや、ヒプマイね、みんなハマってるのはすごくわかるんですけど。あ、ヒプマイアニメは来週からでした。もう本当すぐ。あ、本当に今からなんやね。今から2日からでした。来週ぐらいから。
そう、あ、そういえば、ケイさんからヒップマイの話って聞いてないね。俺は普通に一応一通りはチェックしてる感じ。俺特に何も感じないです。俺ヒップマイ結構曲をみんな歌うから、歌ったりする字も多いから、でまあ実際き、あの原曲聞いても、ああ声かっこいいなぐらいしかなくまあそうですね。俺もでも確かに曲ではあんまりハマってないかなたです分ね。ね、なんていうんかな、いいなと思うんですけど。そう、曲云々のセンスが俺と多分何かが噛み合わないんです。残念ながら、大変残念ながら。私は新ヒップアイだと新宿チームが好きでしたね。新宿のディビジョンが好きでしたね。新宿のディビジョンの、あとなんか誰だっけ、渋谷でやってる人の、ギャンブラーの子のやつ、人が、ラップ初めてとかだったのに、めちゃめちゃ上手くて、の人がすごい好きですね。やっぱ結構話題になってて、なんかね、その型にはまってない感じがするんですよね。しかも、最初ちょっとそんなに上手くなかったんですけど、2回目ぐらいでもめちゃめちゃ上手くなってて、そう、ですよ。すごい、そこが好きでした。俺一番ヒップマイで面白かったんが、ディギーモが 曲手がけたやつが、もうただのディギーモやったんが、めちゃくちゃ曲提供は面白いですよね、ちょっと。めちゃくちゃおもろかった、マジで。あれでもラッパガリアのやつもあった。ラッ結構だって有名な人たち参加してるもんね、確かね。パガリアのすごい好きでしたね。クリピナッツもほら、大阪ドリームナイああ、トで。まあ、あれも完全にクあモれもクリピナッツよ。あれ、ただのクリピナッツよ、完全に。完全にクリピナッツが出ただた。のクリピナッツよ、あれは。あ、でも実際ヒップマイちょっと難しいなと思っちゃうな。そのヒップマイ、ヒップホップ好きな人が聞くと、ちょっとやっぱコスプレ感が感じちゃうなって、これはちょっと厳しい意見だと思うんですけど、やっぱりオリジナルのラッパーがいる中で、やっぱやってると、ちょっとなんかね、その架空のキャラクターとしての意味ってのはどこにあるんだみたいな、俺は結構そういうね、ややこしいこと考えてしまうんで。俺なんだろうな、やっぱね、多分ね、もう多分彼らもちゃんとやってると思うんやけど、やっぱなんだろう、声優の声がすごすぎて、それありま逆すね。に俺の中では空回りしちゃってて、ラッパーの人たちみたいな、なんていうかな、本当の、なんだろう、本当の本職者たち、なんかもうなんか気迫が違うやんか、気迫ちゃうやん、なんかちゃうん、やっぱり。わかります。やっぱりそのヒップホップカルチャー、多分ちょっとズレを感じてしまうところが、やっぱり僕も、そう、そう、多そう、ご分せきね、感澄み切った水なんですよ、じ。ヒップマイは。本当によくできてるなと思うんですよ、それ。そう、澄み切りすぎてるんですよ。でわもかる。多分俺とか、ヒップホップ好きな人たちは、もっと濁った水がみたいな、荒々しい濁流が聞きたいんです。わかるわ、それは確かに。そう、やっぱり多分ちょっとここがあるんでしょうなと思ってしまいますね。そうなんですよ。多分その差だと思う。だから普通に全然流行ってるもん、なんも俺は、批判もなんもないし、全然なんもないんやけど、ただ俺がそっちの感性なかったってのは俺の中でもったいないなっていうだけで、この感性あったらもっとみんなといろんな話広げられんのになってのはあるんですよね。俺結構偏見とか、なんか好きなもんとあかんもの差がすごい。俺もケイさんもなんかそういうところあるよね。そこあで、る、めっこちんなこゃだあわる。りがあるんです。あそる、こめっでちちょっゃと。まあでもアニメはせっかくなんで見ましょうよって、ちょっとまあ1話ぐらいは見てもいいんじゃないですかね。そうやね。今、あとポリさんも言ってるけど、キングダム3期はほんまに早やってほしいって。いや、キングダム3期今止まっとるんですよ。そうなコんだ。ロナの影響で。よよそうか。結し構今か年もはね、しかアニメも、も。ものすごく盛り上がって、今からドワーって物語進もうって、どこで止まってんそうそう、アニメ結構激動でしたからね、やっぱり。そう。最初避けたけど、見てたらストーリーが面白すぎてずっと見てしまった。あと、そうですね、ポリさんも言ってますけど、あと、このメルパンさんもそもそも言った、キラッとプリちゃんもね、私、このプリズムシリーズがめちゃめちゃ好きなんで、さすがに忙しくてね、プリちゃん3期になってから見えてないんですよ。ほんと、ちょっとね、それ申し訳ないので、ちょっといつかまとめてみますって。ミュークルドリーミーは見てるのに、ミュークルドリーミーってあと女児アニメがあるんですけど、これもめちゃめちゃおすすめなんで、知らね今ね、ミュークルドリーミーのことを話してないやつはマジでワックなんで、え。これだけは言っておきます。もう今、いきなり速攻で、もう我々の絆にもうでっかい水がドゴーンってきた。もうマリアナ海溝バインドデカンができた。
あ、もう俺キングダムじゃ見ますから、ミュークドリーム見てくださいって。まあ、きつ。きつ。俺あのっての漫画やったらヒップマイ見る。あ、すごい。いや、ケイさん逆にそれ苦手なんで面白い、ね。マジでダメなんで。いや、絶対ね、ケイさんもでもね、女子アニメね、どっかでハマりますよ、多分見せたら。俺が唯一人生で許せたのは、カードキャプターさくらだから。俺がカードキャプターさくらそこまでって感じだったんですよね。カードキャプターさくら素晴らしかったぞ。それやばいね。これ戦争やな。これ戦争始まる。いや、マジいつか。あ、そう、最近ね、VR チャットでね、羨ましいのがね、アイカツ視聴会ってのがイベントであって。はいはい。アイカツってあの毎週なんか YouTube で無料放送、うん、昔のやつをちょうど無料で定期放送みたいなのしてて、じゃあ VR チャット内でみんなで集まってみましょうみたいなのをやってて、クソーって感じ。あの私はそのプリティシリーズのファンなんで、プリティシリーズとアイカツってのは同業他社というか、結構まあ、好きな人は結構俺も両方見てるんですけど、結構ね、あのライバルかどっちが好きかってのでね、激しい関係があるんで、クソーアイカツの連中名って感じで。多分しれっと参加しに来そうなんですけど。おもろいな、なんかみんなアニメ話しちゃったらちょっと面白いな、マジで。やっぱアニメはね、これありますね。ということで、次の方に行きたいと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ラジオネーム、ダイナミックバビニックさん。はい、ありがとうございます。お、いいね、ストレートで。軽音っていいよね。ということで、終わりです。軽音っていいよね。懐かしいな、また。まあ軽音もう一時代前ですよね。でも本当にすごいな、すごかったなと思いますけど当時。ただあの頃って、軽音の頃はもうあれかな、軽音の頃はあのみんなで意見が一致してたのが、あのスーパー天才、子供の頃から楽器やり続けてきたスーパー天才集団が集まった子たちっていう。出ないとできるわけねえだろ、あんな音楽っていう。あれありますね。私もね、最終的にちょっとハマれなかった、軽音道を見てるんですけど、最終的にハマれなかったのがやっぱりちょっとなーって、なんかその高校生の作る曲じゃ、なんかそういうなんかリアリティがあるものではないなってなんかちょっと思ってしまいましたね。そう、リアリティ考えちゃうとちょっとあれはダメになっちゃうよね。なんかもう許せてもあずさが多少経験したってぐらいかなっていうので。アニメとも全く別の話で申し訳ないんですけど、私あのバンドものであの青春でんでけでけでけって本当にもうクラシックですけど、聞いたことあるな、それ。めっちゃ古ない？めっちゃ古いですよ。てか私もさすが世代ではないっていうか。そうよね、これそうよね、だいぶ前よね。回想小説というか、あの書いてるね、芦原素直さんが実体験を元にして、あのだから1960年代にビートルズが流行った時に、あの日本のその四国の高校生なんですけどがバンドロックバンドやりたいと思って始めるって、ロックバンド自体に対して周りから理解がない状態で始めたんで、これがね本当にこういうバンドもの青春小説みたいので、もう金字塔としか言いようがないんですよね。大体読むと本当に、あ、結構みんなこれを参考にしてんだなって思うレベルで、うん。てかあれよね、もうタイトルでもあのギタリフみたいな感じよね。でんでけでけでけやからね。ビートルズとベンチャーズ。ベンチャーズ、そうやね。もう、そっか、すごいな。でんでけでけでけでベンチャーズって分かってやばい。これがすごい良くて、いまだにね、読み返しちゃうんですよ。やっぱり、そのバンドに対する初々しい体験みたいなのが、の文章が、なんか、フィーリングが本当に詰まってて、読むと、すごいなんかね、いまだに救われるんですよね。なんかでもあの本で書く音楽もんってすごいよな。そう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 。音がないものを字で表現、字と絵で表現するっていうのは俺はマジで、えぐいなと思う。挑戦する人もすごいし。これ映画化もされてるんですけど、映画化ちなみにこの浅野忠信のデビュー作なんですけど、まさかの映画自体も出来がいいんですけど、やっぱ小説版がとても出来がいいんで、本当にぜひ。全部あの香川弁で書かれてるっていうのもちょっとなんか可愛いですけどね。なんか地方をレプレゼンしてる感じです。うん。でなんかいけんね、そう、軽音から青春電撃だけの話しちゃって。軽音誰好きやった？そんなにでもハマってないんか。まあでも私もあとさ、あれあとりっちゃんかなって。あ、確かにそれは多いかもな。俺あのロングの子な、名前なんだっけ、黒髪のロングの子、名前なんだっけ。あっさじゃないですか。え、ちょ、あとさんはあれじゃん、あのツインテールかなんかの子。え、
もう一人あ、あは？そっか。あ、やばい、私勘違いしてた。私もロングの子ですよ、好きなの。あ、マジか、先生。あの子なんだっけ？あれ？あれ、あの子名前出てこない。ミオじゃないの？ミオ？あ、ミオ、あ、ミオ、ミオだ。ミオ？あ、そうだ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 私そうも度忘れしておいてなんですだ。そうけそうど。そう。俺結構普通に漫画も面白かったけど曲が好きで。珍しく俺あんまね実はね女性ボーカルの曲って買わないんやけど。ああ、そういえば、キャラクターでシングル出てましたね、みんな、キャラソそうンそう。で。あれ、で、あれのアルバム買ったから俺。なかなかないよ。1年2台だよ。ちょっと待ってよ。待ってよ。なんで、1年リナの話はしないでしょ。マジで俺女性ボーカルのあれって聞かない、あんま聞かない人間で。わかる。俺もね、中高の時ロック、あ、やっぱね、そう、まさにケイさんと多分同じ感じで、中高の時めっちゃやっぱロックバンドばっか聴いてたんで、女性ボーカルの CD マジ買わないわって現象ありましたね。あ、なんか風潮的なんかな、なんかあったよね、そういうのね。ありましたね。だから全然女性ボーカルのところは普通に男性ボーカルの方が聞いて、女性ボーカル多少聞くようになった言うたら、その軽音とか、東京事変か。東京事変とか、あと、なんだっけ、くそ、名前が出てこない。くちばしんチェリー歌ってるの誰だったっけ？エゴラッピンですか？ああ、そう、エゴラッピン、エゴラッピン。とか、ああいうなんかちょっとジャズチックな、なるほどそうね。そう、人たちをよく聞くようになってて。知念にな、なんで買ったか分かんない。今の話に常に出てこなかったぞ。なんかで買ったんやけどな、何の曲か覚えてなんだよな。シングルで持ってたよ。引き出しの上から3枚にあったよ。知念やばい、ちょっと、どうなんですね。でも俺もすごい、でも好きやったし、カラオケでもたまに歌ってたしね、軽音は。名前、でもタイトルとかも覚えてないな。タイトルちょっと変わったタイトルだったもんね。なんかいろいろ面白い曲を、なんか曲名がそう面白いってなりまそう、したね。筆ペン、やったっけ？なんか、タタタタンタンタン。もう歌ああ。詞覚えてないな。カラテル任せの美人が、みたいな。あれすごい好きやって。あれはなるよほくど歌ってね。た気がする。ようできてるよね、あ、曲としてはすごい。そうですね。そう、あの頃アイマスとかもあって、あの頃から結構音楽アイドル、なんか軽音アイドルアニメっていうのがあるんですけど、まあ結構構造としてはほぼアイドルアニメに近くなっちゃってるんで、どっちか。あと2期やったっけ？オープニングは異常なレベルの曲を出してきたやつ、オープニング。ファンも知らない人もみんな愕然としたっていう。なんだこれっていう。本当そうだよね。確か、軽音の頃にアイマスがちょっと、確か同時期ぐらいにアイマスが当たり出したぐらいの頃かなって。ああ、そうか、あの辺の時期なんかな。その頃からアイドルアニメちょいちょい増え出してみたいなのがありますね。なんかちょくちょく英語圏の人がいるの面白いえ、誰？な。分からん。なんだろう、たまにおるスパムの人なのかと思ったけど、普通に文章で喋ってんだよ。多分、あれで来て、なんか、VR チャットとかのカテゴリーで来ていただいてるのかな。なるほど。多分、ちょっと何言ってるか、ちょっと言葉が分からん。仕方ないね。ごおお。めん、ちょっと我々日本語しか、ちょっと申し訳ない。スーパージャパニーズマンなんで、我々も。あと、お便りがもう以上なので。アニメの話、まだ。でもなんか、そう、今日もね、始まる前の打ち合わせで、なんか、とあるシリーズの話をなんかタイパーで してて、俺は意外と2人とも見てるんだなって。私だから、そう、とあるとかは、だから、普段見ないんで、本当にそのラノベ原作の見てみようってので見た感じですね。あ、俺も原作途中までは見とったけど、なんあ、そう、か、原作、私原作も読んでないです。だから、そう。あ、そうね、結構原作、まあ面白かったんやけど、途中からちょっと疲れてきちゃって読むのに、長すぎて。あ、そう、あれめっちゃ長いよね。そう、長すぎて。そっちで疲れちゃって、もう読むのやめちゃったんやけど。そう、ケイさんと前、物語シリーズも、まあ、2人とも見てるなったんだけど。ああ、いや、言うてた。2人して、あれ、最後、結局、どこまで原作が刊行されてるのか思い出せないっていそう、もう分う。かんなくなっちゃって、どこで終わったよって。あれだから、ね、ラスト、なんだっけ、終物語か、追物語って、ラストになってからが長いんですよね、あれからが。あれからなん展か、開そう、がまだ止ままっだ続いててて。るっていうので、俺が見たのが、扇物語が終わりやったっけ？一旦。区切りどこやったっけ？区切りがわからん。区切り終わりやった。
扇物語はなんか外伝みたいな感じで出たんじゃなかったっけ、うん、え、どうやったっけ、扇の次の終わり物語があれやったっけ、うん、あれ終わり物語はそもそも何種類かあるんじゃなかったもう分からん、分からん、この時点で2人の頭こんなしちゃう分かんないもん。俺好きでは確か映画版もあの見に行ったけど、うん、なんか映画版の作画もすごい良くて、あれ、ね、あれのあの3部作のやつ、3部作のやつ、うん、3部作のやつ、そうそう、うん、あのあれよね、あのあの最初の物語の物語の最初の、あ、傷物語か、そうだ、傷、ああ、そう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 、あれは原作めちゃくちゃ面白かったし、え、映画面白かった、そうそう、私も話自体が結構好きだったんで、うん、見て行って嬉しかったですね、うん、あれよくできてるよね。物語系の読んだことない方はぜひアニメで、アニメで見れるのかな今。映画ももっともっと組んでてるよね確か。もう 3,4、うん、年前なんか確か言ってたの。ぜひぜひそういうのをちょっと見て。ただまあ原作を見るとあの結構人選ぶかもしれない。うん、面白いっちゃ面白いんやけど。まあすごい個性のある癖のある文体ですから。逆にアニメ、まあ、あれこそアニメからやっぱアニメから入って面白いってのありますよね。うん、本当私もアニメから。シャフトね。そこのシャフトね。アニメがとても見やすいのでバカテスト物語はほんまシャフトやった、マジでシャフトって感じやった。あ、でも傷物語ちょっと懐かしいなと思うな。なんかあのね、私傷物語見たら確かあのキンプリってあのプリティシリーズの中でいろいろちょっと、まあ逆にプリティシリーズが今大人気になった起爆剤に、うん、なんですけど、この映画がもうほんと最初全然当たんなくてその後奇跡の大ヒットしたからすごいんですけど、確かね、プリティリズムシリーズとほぼ同時、キンプリとほぼ同時公開だったんで、キンプリって最初2、3巻でしかやってなかったんですよ。だから私も初日から見に行って2、3巻、少なっプリティリズムのファンしか来ないって状態だったんで、だから私、キンプリも確かその日もう2回ぐらい見て、うん、その時傷物語を見て、あ、こっち見て、傷物語ぐらいお金があればいいのになって、キンプリにもお金があればって楽しんでたら金さえあれば3部作がもう決まってるとか、うわーとか思ってたら、でもその後まさかの大ヒット、キンプリまさかの大ヒットして、なんやろね、口伝えとかそういうのでいろいろバーッと広がりだしたのかな、うん、あの、うん、カメラ止めるなみたいなもん、あ、そうみたいな感じですね、あれもね、うん、そうよね、確かね、最初ちょっとだけなんか少ないとこやったのにっていう、カメラを止めるのも私最初に見に行ってるんですけど、最初2巻のうちに見に行ってて、あ、言うとったね、なんか聞いた聞いた、うん、あ、これキンプリぐらい当たると思いましたね、やっぱり見て、うん、本当に面白かったよ、面白かったんで、うん、あとクーヤンがねちょっと翻訳してくれてる、うん、何言ってるかわかんないけど見てるわよって言ってるっていう、あ、ありがたいですね、そういうこと言ってたんやこれさすが、てかクーヤンすごいね、強いね、英語できる、英語できる人いいな、でもアニメ映画とかも見に行きたいな、全然もう最近行ってない今、あ、アニメ映画、あ、俺も全然行ってないな、ほんま一回見に行きたかったのはあれやねんけど、あ、クレヨンしんちゃん、クレヨンしんちゃんの新作がやってるはずだから見に行きたいな、クレヨンしんちゃん見に行くと絶対泣くから見に行かない、さすがにそれ知ってるんですね、泣くよ、絶対泣くよ、クレヨンしんちゃんは強いもん、強いもん、あそこの映画毎回毎回、キッズアニメ大好きなんで、大体昔はそう、結構こんなことになる、コロナとかになる前はそう、あの島次郎とかアンパンマンまで見に行くって違いだったので、アニメ映画見に来たかったな、プロミアかな、今はもうアマプラで見れるけど、ああ、ね、映画館で見たかったな、うん、あとこの世界の片隅でか、ああ、この隅も見に来ましたけど、うん、あれ今なんかこの世界のなんかさらに片隅でやったっけ、なんか増強版みたいなのでて、そうそうそう、30分プラス版のやつが、うん、あれもちょっと見て、あれが今公開してんだっけ、うん、なんかあれはまあ多分結構ちょびちょびいろんなところでやるんじゃないですかね、また、うん、公開自体はおっしゃった気がするけど、いやー、ほんとコロナマジ死んで映画すら見に行けんのは辛いわ、映画好きやから、そうですね、あとほんと映画業界自体も大変ですからね、なんか配信も同時公開するとか海外では結構、そうそう、あとさっきツイッターでも見たけどジョイフルが大量閉店始まったらしい、うーん、マジかよと思って、俺の学生時代の青春が映画は特に、あの、なんですか、映画館は一応なんかあのその一席空けるルールだったのが一応解禁になったみたいな話を聞くんですけど、あ、いやー、なんかもうこうなっちゃうとなーって、ぶっちゃけ一席空けても一緒な気がするけどね、そうそうそう、あんまりそう同じ空間になるからもう諦めて座ればって思うけど、結局なんかね、もうやっぱそうですね、もう映画館って携帯自体がやっぱあの携帯自体がもう今なり
こうなっちゃうと成り立たないって感じになっちゃいますからね。困ったもんだよ。あの大音響で聞きたいんやけどね。いやいや、まあ、それくれ、なんかもうどうなるんかわからすぎて 怖いからやめましょう。いやや、めなんやめ、か、もうこんなね、不景気の話やめよう。明るい話をしていきましょう。というわけで、これで、終わりだね。話とか、はがき終わりなんで、本当は俺もアニメなんか話にお互いしようかと思ったけど、まあまあ、とあるって話もしたし、俺はキングダムの話もしたし。ケイさんはとりあえずキングダムってね。いや、マジ始まってくれ。もう気になってしゃあないんやって。あれもなんか言ってましたもんね。いや、おすすめアニメ、キングダムって。いや、めちゃめちゃ面白いよ、あれ。ただずっと見てってるからやと思うけどね。ただ最初は、なぜかCG アニメみたいになったから、ちょっと あれでね、人めちゃくちゃ選んじゃってんのよ。うん、あれを我慢して見続けた、モサだけが。2期からちょっとだいぶマシになったから。すごいな、ちょっとまたいろいろ見なきゃな。すごい面白いんで、キングダム皆さん見ましょう。というわけで、あ、これで終わりか。これで終わりですね。うん、じゃあ、ちょっと待って、ページ変わってるわ。この番組には毎週お題に沿ったメールを募集しております。来週は自分が持っている、なんだっけ、自分が持っている癖の話。はい、自分が持っている癖の話を募集しています。なんか自分の持ってるあれよね、なんか、俺ちょっとこんな仕草がありますとか、他人に言われて初めて気づいたこんな仕草とか、なんか皆さんね、何か持ってる。いや、ダメだ。おい、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 性癖募集会で。もう多分、その性癖を殴ってきた人は多分ガチの知らないネームで来るやろね。いいよ、いいよ、全然性癖でも。いいよ、何でもいいよ。募集してます。番組収録後、公式ツイッターの固定ツイートにリプをぶら下げますので、よろしくお願いします。以上、お便りコーナーでした。はい、DJ カバキのフリースタイルの道。目指せ C3 サイファーにラップで参加ということで、ラップ未経験の DJ カバキが毎週出されるお題でラップに挑戦していくコーナーでございます。教えてくれるのは今週もこの方。うっす、うっす、おら、うっす、おら、うっす、おら、うっす。またテンション上がってきてるね。あとちょっとだけ思い出す、話題戻ると、ポジさんがキングダム一期の CG はちょっと雑でしたね。マジでそれな。マジでそれな。だけどキングダムの敵を打つべく俺がサイファーに参加しました。お願いします。今週のお題も先週と一緒で、というかもう1ヶ月1お題にしようかって話がね出てますので、てかマジでその方がいいような気はする。そうですね、なかなかもうここまで来るとあとはもう訓練しかないなって気もしますし、そう、もうお題もクソもないかもしれないとしたら、ただこの傾向に寄っていこうかって話で、カバヤめっちゃ飲んでるな、大丈夫。もう顔がね、顎が上に向いていくと何か飲んでるの分かる。さっきカメラで確認してもらったけど、その手とは関係なくこの首が動いてくるのめっちゃ面白いな。昔のなんか日本でやってたトランスフォーマーのなんかよく箱からエネルギー飲むやつみたいになってる。首ぐるーっとエネルゴンキューブでしょ。さすが、よう知ってんだマジで。じゃあ、というわけで今日のね、お題も8小節4本の間にどっかで韻を踏む練習をしていきましょう。どんな韻でも大丈夫なんで、というか俺も頑張ってね、韻を練習したいんで、俺も頑張って韻を踏みます。というわけでやっていこうか。今日割と早いよね。いや、全然早くないやけど。今俺も普通に言うたけど、全然あかんや。もう突破してんの1時間な。ちょっとかばえんかな。始める前に、今日ちょっと巻きで、初めて10時に終わらせてみようかって言ったかばえんが、物足りなくないですかって。ついに本音が出てしまう。もうダメだ、俺たちは。もう好き勝手に喋ることに命をかけることになっちゃう。楽しいよね、喋るのね。やっていきましょう。サイファー。じゃあ、サイファー、とりあえず1回目始めていきたいと思います。ゴーゴー。では、
始まりはキングダムって言いながらどんな風に韻を踏む。いやこれ全然韻踏めてなかった、しまった。まあいいか、そんなことで言う。いやでも言葉で韻踏むというよりも、あーき、あー言葉キンクする。いやキン、いやごめん、めっちゃ専門用語言った、ごめん。キンクするってのは縄がね曲がること。いやそんなたたい、あーなんか計算調子悪いけど俺はなんとか韻を踏んでく。でも頭がパーになっちまう、まるで精神分裂って。なんとか、あこれで一回踏んでたと思うけど、まああ俺も全部引っ張られて調子悪くなっちまうけども治ってく。なんとか計算、なんかまたテンション上げてってくれよ、頼むわ。ねえ出だしからインフル見間違えて全然取り戻せなくなっただけの話。そうそう大丈夫だぜ。いやそんなの悲しい、わなびワークなんて俺には言わせないでおくれよ。いやテンション上げてくぜ。でも言葉のバンクから引き出して頭がパンクするかもしんないけど仕方ないぜ。いやでも俺は精霊みたいに暴れ回る like a car bank。カオバン狂ってば窓物語思い出しちゃうのは、あ結構これもなんか割と年齢を選ぶ話題だった気がするけど、ぷよぷよは今も流行ってる。あとぷよぷよに今もカオバン狂って確か出てるよねって。カオバン狂う、カオバン狂うルルのあれもうダメだ、ちょっとなんかどんどん古い話題が出てきちまう。ねえ俺に釣られちまってるようだな、それは難しいぜ。いや俺もぷよぷよやってたけどカーバンク久々に聞いてちょっと感動すらしたぜ。いやカーバンクルというか出番来るみたいな感じだぜ。俺が好きなのはキックザカンクルみたいなもんだぜ。いやこんな感じでいいぜ、何が来るかわからん、これがチャオバンクルはせ。もうバンクルはせいで惑わされるペース。いや本番前だと結構できてるけどなかなか難しいな、毎回本番だと結構頭がパーになる、パーになるっていううちに頭がどんどん、あそれちょっと飲んでるのもあってそういう逆にノリノリになってる。サイファーは酒がいった方が楽しい。いや先が入ってノリノリ、いやそれですぐ失敗してコリゴリになっちまうかもしんないぜ。でも俺たち追っかけっこまるで氷鬼見たく、いやタッチすることは厳禁だぜ。いや言葉で交わし合うこのまま、いや厳禁と言われても全然大丈夫だぜ。俺たちはキャッシュよりもキャッシュレスみたいな言葉でこんな風に空中で交わし合う言葉が楽しくなってくる。レスって言えば先週から続いてる俺の超貧乏状態、ちょっと実はあのゲームとかを打ってなんとか改善したんで大丈夫です。先週は米とパスタしか食ってなかったけど今週はなんとか外食もできるぐらいに戻ったんで、ただのこれじゃなんか近況報告になってるけど近況報告より大事な生産報告。あそうなんですよ、なんかそう先週ねもうちょっとピリピリでしたけど、もう何か打ってなんとかいけた。まあ、実際は全然遊んでないゲームとか、あそういえばあるじゃんと思って結構たまったんで、ちょいちょいむしろ家を片付けながら売りに行ってなんとかなりましたって。いつだっけ、25日やったっけ、お金は25日、そう給料は25日に入るんで、あと2日ね、いける、あと2日、はい、あと2日ね、だあそれ全然大丈夫なんで。よかった。じゃあね、カバヤンの栄養状態も大丈夫だったということでもう一回いきましょう。なんか飲む？いける？まあ、でも俺からが大丈夫かな。2回目。いや、始まるぜ。24なんて全然できないぜ。いや、24/7。いや、1週間のうち。いや、どんだけ。いや、こんな風にサイファーできるか分かりやしいね。から、上達もなかなかできねえかもしんねえな、カバヤ。というか、最近仕事お疲れ様だぜ。いや、疲れた様。いや、そんな風に。いやまるでこけちまったらどっかの幽霊に疲れた様みたいになっちまうかも。あ今週も仕事お疲れ様だったけどやっぱ休みに入ったらめちゃめちゃもう作曲でもういつも DJ に作曲でミキサーと毎日向かい合ってばかり、yeah. いやあ最高の気分、最高の気分ってとりあえず繰り返して言ってくるね、もういいや。で最高の気分、
そして俺たちは対等のイーブンな関係だぜ。いや、そしてまるでエアホットな気分だったらこのままエアオーブンみたいに、いやトースターに入れられて、いやホットなホットな気分になっちまうか。俺たち二人膨らんだまるで餅みたく頭ぷくらするか。えな感じだぜ、俺がぷくらよりも俺が好きな映画館とかコッポラ、なんかこんな風にやってく、これがドットクラ。じゃあ計算やっぱすごい、どんどんなってくのが計算の魅力、やっぱりサイファー中毒の凄さをだんだん俺も映ってるけど、サイファーの中毒、そう俺も曲作りながらとりあえずドラムマシンでヒップホップのビートを流して、ちょっとぐらいサイファーの真似事はしてるぐらい、でもまだ全然足りない練習。いや、そう、全然足りない練習。いや、でも今からずっとやっていけば足りていくぜ、その練習。いや、そうやって驚かしていこうぜ、サイファーの連中。って言いながらこうやってやって、俺たちは研究やっていくだけだぜ。いや、どっかのチップルスも言ってたな。いや、年がら年中、喧嘩の練習、エンタの練習みたいな、すごく韻を踏んでたクソ野郎がいるぜ、やばすぎる。いや、俺もあんな風に強くなってバトル出てみたい。そう、練習からの研究、他になんか踏めるもんないかって考えるけど、パッとは出てこないから、これがちょっとキャリアの違い、もうちょっと鍛えていきたい、ボキャブラリーなんとかやっていきたいけど難しいなって。そう、今じゃむしろ機械とずっとサイファーしてるようなものを、トラックを聴きながらもうゲームボーイとリズムを乗ってる。いや、そう、俺もいろんなものとリズム乗ってくぜ。ゲームボーイよりも B ボーイとしてリズム乗って、イートルの言葉吐き出していくぜ。いや、さっき言ったカバンの言葉拾おうと思ってもう忘れた。いや、何やったっけな。いや、言葉言いながら、あ、思い出した。そう、さっき言ってたな、ボキャブラリー。いや、田舎だったら娯楽なし。じゃな感じだった、このまま。いや、でもその様、オタク何すごいな、もうだいぶ聞きしまう。計算のノリよりがどんどん上がってきてる。いや、まあ、明日もサイファーあるし、あ、今週もいけるかなって感じやけどなって。そう、明日もちょっと曲作りで忙しいけど、まあもう決めた、絶対サイファー行くって今テンションになって。この前もちょっと行ってるけど、なんとか行ってくぜ。ああ、まあ明日休みですしね。とりあえず1時間ぐらいはちょっとサイファー行動します。無理な程度で、ね、無理な程度でお待ちしてます。うん、そうですね、あれ、あ、俺明日なんかあるとか言ってないよな。大丈夫ですね。もう最後のオタク何は、オタク何はそう、もう完全に俺こそオタク何なんだよ。いや乗ってくるとすごいな。ボキャブラリーで踏んだことあんまないから、だいぶ悩んだ。いける？次いける？ちょっと待って、俺もちょっとちゃんと回して。喉が。ケイさん本番だと酒瓶にぶつからないですね。ああ、なんかもう手元に置いてるから。え、手元に置いてる？お茶は手元に置いてる。なんかね、あの打ち合わせの時にケイさんがとにかく今周りに酒瓶が詰まってるって。ああ、ありますよ。足をちょっと動かしたらこうになりますよ、ほら。自在に鳴らしとるやん。ありますよ、すぐそこに。もうちょっと足を上げ、あの上に上げてるんだよね。どういうこと？当たらない。いっぱい送られてきて消化できんのよ。すごいな。Aさん動くたびにマイクか何かにぶつかることが多いってのすごい。カバンがね、笑っとるよね。それ聞いて。カラン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 。ハハハ。では、行きますか。行きますか。行きましょう。ではもう一回行きます。いや、もうお互いのいやスタイルなんて全然関係ないぜ、しとこうぜスマイルって言った言いながら、こんなくだらない話ではないぜ、俺はうだつ上がらない話するわけでもないぜ、こんな私ってなんだ、いいぜ、私かたわしかわかんねえけど、こんな適当な言葉でもライムになるかもしんねえで、掴んだマイク絶対離さない、それが男のやり方。ああ、ちょっとやっぱり聞いてると感じる伸び悩むスランプ、でもまあ十分にやっぱあるのがブランクだから気にしないでやってく、もっとどんどんサイファーをやってく、サイファーっていうかフリースタイルやっぱり一人でやってかないとダメだなって思ってる。実際でも結構最近職場でも誰もいない時は結構一人でフリースタイルやっちゃってるから、だいぶ回ってる中毒。
いや知らなかった、そんな風にジャンキーになっちまってたのか。いやすげえな、暴れ回る、まるでジャッキーチェンみたいに。いやそんな風に、いや成り上がる竜になっちまうのかな、カバヤンは。いや空飛ぶ竜よりも俺は血を這う虎になった方が、いや爪痕残せるかもなって言いながら爪研ぎながら必死に頑張ってやっていってるぜ。いや俺ダブルミニングバカかけてだいい踏んでないやんけ。実際曲作ってもやっぱやってみたいヒップホップのトラックでも全然俺は作れないトラップなんて思ってるけど、はい、トラップもちょっとやってみたい。でもグライムとかマジ全然わからなくてけど実際やってみたら多分なんかハマりそうな気もするし、結構やっぱトラック作りちょっと挑戦してみたいなってのは今具体的にすげえ思ってる。いやそのトラップか、いろんな曲あるけどトラップなかなかのリカンタンが分からなくて、俺はあれどんな風に乗っていたらいいのか毎回毎回悩んでるぜ。いやトラップ、いやトラップよりもトランプよりも俺はクランクに曲がる人生よみたいな。いや人生わかんねえ、マイライフこのまま生きたい。あーいやわかんない。やっぱ気になってるのはトラップってなんでトラップっていうのか由来を知らないからすごいいつも悩んでる。トラップっていうと思い出してしまうのが、あの海外だと女装男子のことをトラップって言うから、それと何か関係あるのかって最悪を思ってる。いや男女だと思ったら男だったって意味でそれはトラップって言うんだけどねって。それなんかいやなんかなんだろう、つつもたせみたいな話しか俺浮かばない。そのトラップなんか知んないぜ、いらないぜ、そんなのよりも俺たちは欲しいのは、いや快楽と娯楽ぐらいの方がいいかもな。この言いながら適当にやってこう。トラップだとなんかわかんないけどめちゃくちゃ踏みにくくて全然踏めないわ、やめとこう。トラップよりもトラックの上で走り回るのが好きか。Kさんの話聞いてるとなんか Kさんいつも運転してるイメージがある。トラックでも実際 Kさんトラックじゃなくて普通に車運転してバンバン飛ばしてるだけ、でも Kさんの道路の話聞くとマジKさん道路でいつもすごいいろいろ苦労してんだなって、ちょっと今やばいこと口走りそうになったんでこれぐらいにしとく。あ終わり。ああそうやってるとなんかねやりたいと思いつつまだそうなんかやってるとまだなんかいける気がするんだよな。おいや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 おいや今朝忘れ、あ俺ちょっと用事があるんですよ今日は。おしゃーないな。いやでもね DJ、 あそう DJ とかでも思うんですけどね、やっぱりあの長くやりすぎちゃうとちょっとあれだなっていつもそう結構最近反省してていやまだまだなんか全然冗談そう言ってやっていくとね、もう節度をわきまえましょう。もう俺らのフリースタイルがもう長くっていうともう4時間ぐらいのことしか出てこないから。そうだよな、でもなんかほんともっと練習したいな。1時間から2時間ぐらいで普通ぐらいかな。そうですよね。あっ、でも全然この話題してなかったなと思ったんですけど、あそう、ラップで言おうと思ったら、先生、昨日あのデデンさんの弾き語り行ったじゃないですか。ああ、行った行った。あれ良かったねって話は普通にラジオでもしたかったなと思いましたね。あ、急に思い出した。結構突発で行ったもんね。そうそう、昨日ね急にあの C3 のそのデデン、あれデデンさんでいいの？デデン、うん、デデンさん、デデン、まあ、デデンさんなんだけどデデンさんじゃないでしょ。そうデデンさんってまあ呼んでるんですけど、なんか割と結構頻繁に弾き語りライブを VR チャットのパブリックでやってて、うん、ジャパンタウンストリート、ジャパンストリートってとこでしたね。そう結構あの頻繁にやってるけど、なんか割と突発でその今からやりますっていう感じの人なんで、そう人なんで気分が乗った時に突然始めるので、そう行けなかったんだけど、Kさんと今日ね、ちょうど昨日ねその打ち合わせしてる時に、うんうん、Kさんが今やってるよって言うから2人で見に行ったらやっぱめちゃめちゃ良かったんですよね。めちゃくちゃ、いややっぱ歌うまいのはしてたから、本気の回の弾き語り聞いてみたかったから目の前でやっぱ聞いたらすごいかっこよくて、いや俺やっぱサイファンもでもラップも好きだし、やっぱ歌もあんなうまいと思う、本当に弾き語りあんなうまいと思わなかったんで、ちょっとぜひね皆さん、前一回あの人 VTuber の人に取り上げられたの実は。えそうなんだ。たまたま VTuber の人が通りかかって、でデデンさんがあのクリピーナッツの合法的な飛び方の勧めを弾き語りでやった時にアレンジ版で、へえそんなもんやってんの。それがクソかっこよくて、それを録画して貼って、ですごいかっこいい人に出会った言って VTuber 人に払えてた、いやでもそれだけのことありますよね。いやめちゃくちゃかっこよかった、マジ、
あのアレンジしてたから、あこの人歌うめちゃくちゃやっぱ上手いんだと。で一回ね、うん、サイファーの時の人なんか後ろの方でなんかそのビート流れた時にそのなんか歌っぽく歌ったなんかちょっと聞こえた時に、うん、あこいつ絶対歌うまいって思ったの、うん、もう歌うまい人はね、あの声の出し方ちゃうんよ、もうやっぱり、うん、そうそう、うん、あれ聞いた瞬間これ絶対うまいわと思ったけど、やっぱうまかった。いやちょっとね、そうそう、素晴らしかったね。いや本当にそうそう、なんかそんなことないっすよみたいな感じでしたけど、やっぱいやてかそんなことないっすよってか超嬉しい、なんか本当に喜んでましたね。面白かったな、ずっと頬がニオニオしてるって言ったけど、うん、もうね、明日もサイファーやって会えたらいいけど、まあ、いやででもっと広まるべきなんですよね。デデンソンの弾き語りぜひ皆さん、うん、もう結構昨日 G3 の人も来てたけど、うん、本当ねみんなパブリックで誰でも見に行けますから、それこそぜひチェックしてみてくださいって感じですね。もうファンタジー集会所殴り込んで、ファンタジー集会所ど真ん中で一回やったらもう人気もんすよ。いやそうもっとファンタジー集会所あったっけ、あもうないんか今何なんだっけ、ね、今何だっけ、最近スズラン集会場じゃないか。あ、スズラン集会場か。今残った。もう情報が古かった俺の。あ、でも最近なんかね、ファンタジー集会場の再現ワールドみたいなのをすごい作った人がいて、ちょっと話題になってます。再現ワールド。スズラン集会場も行ったことないな。まあまあ、ちょっと話逸れちゃいましたけど、こんな感じでね、来週も新しいお題用意しますので、お楽しみに。はい。というわけで、DJ カバキのフリースタイルの道でした。はい。そろそろお別れの時間が近づいてきました。エンディングです。カバヤ、やっぱハンだわ。うん、やっぱハンだわ。いや、ちょうど10時半に終わってるんで。ちゃもうちゃ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 うんよ。一応10時なんよね、こちらは。いや今日もうやっぱね、今日1時間半ぐらいやりたいなと思ってたんですよ。もうめちゃくちゃですけどね、もう感覚完全に壊れとちょうど10時半ちゃうんよ終わった時はいつもちょうどなんで数字は確かにちょうどね10時半やったけどいやでも結構でもあっという間やね、毎回思うけど、そうなんですよ、これで1時間で終わっちゃったらマジなんか秒で終わってない、いや1時間ですけど、そう1時間は1時間ですけど、本当はこの30分前で終わってるって考えたら怖ない、そんな早く終われるっていう、なんだろうな、もう一人なんかその進行とかの人がいたら1時間ぴったりで終わってもいいかも、なんか話を詰めてくれたらいいけど、普通に喋るんだったらやっぱこんぐらいがちょうどいい気がするんですよね、ちょうどいい気がするよね、うん、あと普通のお便りとかバンバン来て、それをね、うん、あの読む、あの渡してくれる人とか、そうですね、いろんなスタッフがねおればね、またその辺の調整変わってくるやろうけど、うん、話の流れとかも変わってくるし、2人でやっててね、2人でやってるとまあこんな感じでこんな感じがちょうどいいんじゃないでしょうかってちょっと反省しろって、もう多分初めて見た人おるか分からんけど、うん、あの思ってる以上に我々好き勝手喋ってる、うん、まあでもね、そうお便りね、そうお便り結構そうケイさんとも喋ってたんですけど、やっぱ普通のお便りもっと欲しいよねって、うん、そう、あ、そう、あのテーマのお便りもすごいありがたいんですけど、あの、うん、でも以前からずっとね思ってたやと思うけど、そうそうそう、普通のお便りが最初の頃から少なくて、そうだよね、なんか、そう、意見あの俺たちのねこれをやってることに対するあの喋ってる最中の話とか、そう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 、それに関するお便りも全然いいんで、うん、あでもあれか、チャットで喋れるから普通との意味がないんか、あそうか、その可能性あるな、確かにな、あなるほどな、でもなんか今気づいたわ、でもなんか改めて正直あの我々になんか喋ってほしいことみたいなのがあったら逆に普通に来たら喋るんで、そうそうよな、あそうよなあそうだわ、普通歌送る意味がそんなないんや、うん、あなるほどな、これあれな、チャット形式の弊害ではないけど、なんか副作用というか、なんか難しいですね、そう結構あと、ね、今結構落ち着いちゃってるから、もうちょっとねそこら辺なんかまた脱藩システムを改良したい気がするって、なんだなんかランダムでなんか名指しでも示すあそういえばそうだよね、ゲストとかもまたちょっと呼びたいなと思いつつ、ちょっとなんか都合がついてないので、そうなんですよね、ぜひなんかね、ちょっとまた声かけてみるかなって気がしますね。あるいは呼んでほしい人とかね。うん。あ、呼んでほしい人ってありかもしれないね、としたら。
呼んでほしい人。怖い。これ何を呼んでほしいって来るか怖いな。どうせ、どうせなんか R してとか書いて送ってるでしょうね。上田サイファーとか。俺たちの規模はどんな規模やと思ってんの。こんなちっちゃいよ。俺たちのラジオまだちっちゃいよ。うん、確かになんかな。まあ音楽関係のイベントとかも。あ、そうそう。あと、あ、でも実際ね、結構あの曲をかけるのが結構、あの私の曲をたまたま今週かけることになりましたけど、ちょっと今音楽ゲストがなんか我々ちょっとネタ切れ感があるので、まあ、一応来週とかちょっと決まってるんですけど、ちょっとねなかなか今後心配になってきてるんで、ちょっと我々もちょっとアクティブに探していった方がいい。我々がもっとね、こういう関係あるっちゃあるんですけど、曲を持ってる人の交友がって言われると、うん、誰か持ってたかなってなっちゃうんですよね。割と結構出しちゃったし、もう普通に2週目に入ってもいいんですけど、その声かけのなかなかね、ちょっとできたら新しい人を紹介したいですからね。うん、そうそうそうのはいいかなっていうので、またねそういうのをいろいろ考えてちょっと、うん、まあ今月いっぱいは多分そんなに変わらないけど、うん、来月ぐらいかちょっとね、うん、ぼちぼち、そうですね、いっぱいちょっとなんかしますなんかしますなので見ていってください。見てね、継続してくれたら幸いです。はい、では今週はここまで、ご視聴ありがとうございました。お送りしたのはラッパーのウィズ・ケイと DJ のカマキです。したー、また来週どこで食べたん今怖い怖い怖い、もう暴れてるよ最後まですいません、なんかまた誰かが話しかけてきて